これミニフィグシリーズに入ってもいい完成度です。組んで分かったんですけど、結構テクニックパーツやボールジョイントとかが使われていて、これはなかなか機械的で面白いです。皆さんこんにちは、ジェイソーレゴブルでひでぃだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴクリエイターサイバードローンです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はレゴクリエイターサイバードローンを組み立てます。ちなみにこちらは先月発売された新しいレゴクリエイターです。値段は1200円で買いました。ちなみに僕は今年発売されたレゴクリエイターのワイルドライオンに続いて、このサイバードローンもかなり期待してます。なんでかっていうと、このサイバードローンなんですけど、なんとミニフィグがついてきます。今までのレゴクリエイターってこれぐらいの大きさの箱でミニフィグってあんまつかないイメージあったんですけど、今回珍しくついています。個人的に1200円のクリエイターでミニフィグがついてくるのはもうかなりお得だと思います。このサイバードローンめちゃくちゃかっこいいですよね。で、付属するミニフィグもかなりすごいことになってます。で、今回こちらのサイバードローン以外にサイバースクーターとサイバーメカスーツに組み替えれます。はい、箱の後ろはこのようになってます。まあ個人的な話なんですけど、ミニフィグ21のスペースポリス、あれ当てたらスペースポリスにこれ乗せたかったんですけど、まだ当ててないので、もし当てたら乗せようと思います。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと説明書が3冊です。今回の説明書はいつもの説明書より一回り小さいです。はい、今回の動画ではこちらのサイバードローンを組み立てます。はい、サイバードローンが完成しました。おー、これはなかなかかっこいいです。ちなみに組み立ては全部で15分ちょっとでできました。僕このサイバードローンもいいんですけど、特にこのミニフィグは結構好きだわ。じゃあまずミニフィグから紹介します。こちらはロボットです。頭のブルーのクリアパーツがなかなか綺麗です。全体はこのようになってます。これミニフィグシリーズに入ってもいい完成度です。はい、続いてはこちらのサイバードローンです。全体はこのようになってます。まあ個人的に思ってたよりちょっと小さかったです。ただ組んで分かったんですけど、結構テクニックパーツやボールジョイントとかが使われていて、これはなかなか機械的で面白いです。結構前にレゴクリエイターのドローン作ったんですけど、あれも結構テクニックパーツとか使われててメカメカしかったんですけど、今回もかなりメカメカしい造形になってます。じゃあ近くで見ましょう。まず操縦席はこのようになってます。基本的にレバーとかそういうのは一切ないんですけど、ボールジョイントのボールパーツがレバーを再現しています。横から見るとこんな感じです。ちゃんとドローンの足も再現されてます。そして尾翼はこのようになってます。はい、じゃあ次はこちらのドローンの可動範囲について説明します。まずこのバーニアがこのように回転します。そして細かいんですけど、この羽パーツも
このように動きます。コックピットはこのように開きます。尾翼は回転してさらにこのように上下に動かせれます。はい、それではミニフィグを乗せます。まずこのハッチを開いてミニフィグをここに座らせて一回寝かしつけます。そしてハッチを取ります。はい、乗せてみるとこんな感じです。やっぱサイバードローンだけであってロボのミニフィグがめちゃくちゃ合いますね。これはかっこいい。では大きさ比較いきます。まず普通のミニフィグと並べるとこんな感じです。ミニフィグ乗せられるので全然違和感はありません。そしてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、なんかレゴマリオの腰回りの大きさの小人が乗るドローンみたいな感じですね。で、冒頭でも話したんですけど、本当だったらレゴミニフィグ21のスペースポリスを乗せたかったんですけど、当ててないので家にあるそれっぽいミニフィグ探してたら見つかりました。それがこちらです。はい、こちらレゴミニフィグ20か19で当てた賞金首稼ぎです。もう色的に結構似合いそうなのでちょっと乗せてみようと思います。まず座らせて、でハッチを閉じればっと、あれ、あ、これダメですね。頭のヘルメットパーツとハッチの部分が当たっちゃうのでこれ乗せられないですね。じゃあこれヘルメットパーツ取れば乗せられるかも。じゃあいきます。あれ、あれ閉まらない。あー、わかった。これこの賞金稼ぎの肩アーマーがある分ちょっと浮いちゃってるので完全に閉まらないですね。あー、これはちょっと残念だな。ってことはこれスペースポリス乗せられないな。うわ、どうしよう。とりあえず肩アーマー外した状態でもう一回乗せます。あ、いけました。基本的に付属するミニフィグのようにすれば乗せられますね。じゃあ比較で出てくるこちらのミニフィグのヘッドパーツを外せば、あー、いけますね。はい、問題なく乗せることができます。ちなみにクリーパーは当然ながら乗せることができません。まあクリーパーに関しては、まあ、乗せられないのはまあしょうがないですよね。はい、レゴクリエイターサイバードローンはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターサイバードローンを組み立ててレビューしていました。今年発売されたワイルドライオンとこのサイバードローンめちゃくちゃ期待してたんですけど、このサイバードローンもかなり良かったです。今までのレゴクリエイターってこれぐらいの大きさの箱でミニフィグってなかなかついてこなかったんですけど、ついにミニフィグがついてきました。で、このミニフィグも頭の部分がクリアパーツでできていてかなりゴージャスです。で、サイバードローンに関しては思ってたより小さかったんですけど、テクニックパーツとかが使われていて快適な造形もあってすごい良かったです。乗せれるミニフィグに関しては付属するロボットのようなミニフィグじゃないと乗せれないんですけど、それでもミニフィグが乗れるプレイバリューもあって結構良かったです。で、冒頭でも説明したんですけど、こちらのレゴクリエイターなんとお値段1200円なので、これはもう2個買いましょう。はい。ちなみに僕これ2個買いました。あー、でも3個買うかもしれない。まだ作ってないんですけど、残りの2つも作るのがすごい楽しみです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではサイバードローンからサイバースクーターに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。